セ・リーグ首位の太陽を追う巨人は名古屋に乗り込み中日とのデーゲーム。2回表ランナー1塁で巨人6番の王貞治が河村康彦から右中間に大きな当たり、フェンスを直撃のタイムリースリーベースヒットを放ちます。8番藤本のタイムリーヒットで続き、先発したルーキー堀本に2点をプレゼント。続く3回には長嶋がセンター前へタイムリーヒット、巨人がリードを広げます。追う中日は森、江藤の自慢のクリーンナップが堀本を攻め、ランナーを進めます。しかし堀本は落ち着いたマウンドさばきで自らピンチの芽を摘み取ってみせます。5回表藤尾が盗塁でチャンスを作り、4番長嶋が注文通りにセンター前へタイムリーヒット。大江の援護射撃を得たルーキー堀本は完封勝利で早くも5勝目。地元中日ファンは立ち尽くすのみでした。